ケタリングバグケタリングバグはアメリカ陸軍が開発した空中魚雷。それは現在の無人航空機や巡航ミサイルの始祖といえる。ケタリングバグは発射地点から75マイル先の目標を攻撃することができた。第一次世界大戦中、アメリカ陸軍航空局はオハイオ州デートンのチャールズ・ケタリングに対して五十マイルの範囲にある目標を攻撃できる無人の 飛行爆弾が設計できるかを尋ねた。デイトン・ライト・カンパニーによって製造されたケタリングの設計した機体は、正式にはケタリング空中魚雷と呼ばれたが、後にはケタリングバグとして知られるようになる。オービル・ライトが計画に対して航空学のコンサルタントとなり、エルマー・アンブローズ・スペリーが誘導操縦装置を設計した。開発用の有人操縦機は、 デイトンライトバグとして製造された。ケタリングバグは無人の小型服用機であり、翼服は15フィート、全長12.5フィート、高さ7.7フィートという大きさであった。エンジンは40馬力の4気筒で、パルマエンジンを搭載していた。このエンジンはフォードモーターの大量生産品で約40ドルであった。胴体は木材及び張り子で作られた。 ケタリングバグの総重量は530ポンドであり、離陸にはドリーが用いられた。それは、ライト兄弟が1903年に初飛行を行った時と同じ離陸方法であった。離陸後は搭載された小型のジャイロスコープによって、機体が制御され、約120マイルパーアワーの速度で、目的地へ飛行した。制御システムには、空気、真空システム、電気システム、 アネロイド型気圧計、高度計が用いられた。バグが目標に命中したかを確認するため、その航路を追跡するシステムが考案された。離陸前に技術員は飛行経路に沿った風速及び方向を考慮し、追跡するための距離を決定した。これはバグが目標に到達するために必要なエンジンの回転数を計算するために使用された。 石山回転系がその値に達したとき、エンジンは停止し翼を固定したボルトが外れ、バグは落下した。バグは目標への弾道を落下し、搭載した180ポンドの爆薬が爆発した。バグの試作機は、第一次世界大戦終盤の1918年に、完成し、アメリカ陸軍通信隊の航空部に配備された。1918年10月2日に行われた。 初飛行は失敗した。機体は離陸後急上昇し、その後墜落、大破した。その後の飛行試験は成功し、デートンで陸軍交換に対してデモ飛行が行われた。ケタリングバグはデートンで6度の飛行のうち2回が成功し、アミテビルでは4度のうち1回、カールストロムでは14度のうち4回成功した。初期の試験の間に何度か飛行に成功したものの、 バグの実戦投入が行われる前に戦争は終結した。それまでに約45機のバグが生産された。バグの存在とその技術は第二次世界大戦まで秘密とされた。1920年代に予算が削減されるまで陸軍航空部は実験を継続した。オハイオ州デートンのアメリカ空軍博物館には原寸大の再現機が展示されている。 1917年4月から1920年3月までアメリカ政府はケタリングバグに約27万5千ドルを費やした。ありがとうございます。